皆さん、こんにちは。演歌歌手として活躍する山本譲二さん。道のく一人旅が大ヒットし、紅白歌合戦にも出場しました。そんな山本譲二さんですが、がんを患い、2019年に手術をしたそうです。また聴力を失っていることも告白しています。今回は山本譲二さんのがんや不倫、逮捕の噂などを詳しく調査していきたいと思います。2019年、山本譲二さんは大腸がんを患ってしまいます。がんが発見される半年ほど前から腹部に痛みを感じていましたが、ただの風邪だと思ったとのこと。風邪薬を飲んだりお酒を飲んだりすると痛みが収まったので風邪で間違いないと確信したそうです。しかしある日、耐えられないほどの激痛に見舞われます。病院で検査を行った結果、7センチもの大きながんが見つかってしまったのです。常に前向きな気持ちを忘れない情熱的な人として知られる山本譲二さん。しかし、いざ大きながんが発見されたとなると、さすがに落ち込んだそうです。同時に、今まで強がっていたことにも気づいたと語っています。がんはステージ2だったとか、大腸を20センチ切除することになりましたが、幸いにも転移は見つからず、無事がんを克服。大好きだったお酒とタバコを断ち、以降定期検査は必ず受けているそうです。しかし、2023年9月にがんが再発、再び闘病生活が始まりました。山本譲二さんは2019年にがんを患っています。術後5年間は再発のリスクが高いため、定期検診が進められているとのこと。この定期検診にてがんが発覚。医者から告げられたのは思いもよらない言葉でした。複数臓器に遠隔転移しているので手術することはできない、完治することは不可能、延命を目指しての治療と告げられたそうです。余命は1年と宣告されました。その後、セカンドオピニオン、サードオピニオンを求めましたが、結果は同じでした。山本譲二さんはがんの再発にそれほど驚きはなかったといいます。今は抗がん剤治療を行い、なんとか手術できる状態に持ち込もうとしているそうです。山本譲二さんは2019年、トーク番組で妻の植木悦子さんから離婚届を出されたことを明かしました。原因は山本譲二さんの不倫だそうです。これにより夫婦に亀裂が生じ、妻の悦子さんは今でも離婚届の予備を保管しているとのこと。また2015年5月にアウトデラックスに出演した際、悦子さんとのエピソードを語っていました。浮気をしたら妻に蹴られるんです。絶対にバレていないと思ったらバレてるんですよ。悦子さんは山本譲二さんに容赦なく制裁を加えたそうです。なぜバレたかはわからないとのことですが、悦子さんに対して、許してくれなかったら俺出ていくからと反抗的な態度を示したようです。これまで浮気は3回してきたとのこと。2回目以降は山本譲二さんが帰宅するとすぐに妻悦子さんが離婚届を突き出してきたと明かしていました。山本譲二さんは当時歌番組でふんどし一丁姿で歌っていたとのこと。男らしく整ったルックスで多くの女性ファンを虜にし、女遊びも派手になっていったそうです。山本譲二さんについてネットで検索すると、薬、逮捕といったキーワードが出てきます。実際のところどうなのでしょうか。どうやら清原和博さんが逮捕された際に、今度は山本譲二さんが逮捕されるのではと世間は予想したそうです。つまり逮捕されたという噂はただのデマであることが判明しました。こういった噂が流れるのは、薬をやっていない山本譲二さんにとっては非常に迷惑な話だと思います。山本譲二さんは過去にフジテレビのバイキングに出演した際、覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されたモノマネタレントの清水明さんの三男、清水良太郎容疑者について以下のように述べていました。そんなことするような子じゃないと思ったんだけど。この発言に対して司会の坂上忍さんは、ジョーニさん何やってんすかねと呆れ顔。
山本譲二さんは、あきらちゃん、かわいそうだよね、と、同世代の清水あきらさんに同情していました。そんなことするようなタイプじゃないと思ってたけど、もう陽性反応が出たんだから、やってたよね、と語っていました。また、山本譲二さんはバイキングで、覚醒剤取締法違反で逮捕された。清水良太郎さんについてコメントしたことがあるため、山本譲二、逮捕といったキーワードが検索エンジンでヒットしたと考えられます。山本譲二さんは2009年に医師から顔面神経良性腫瘍と診断され、右耳が聞こえなくなってしまいました。ある日朝起きたら突然右耳が聞こえなくなったそうです。当初は中耳炎を疑いましたが、診断の結果、鼓膜の奥を通る神経に腫瘍があるとのこと。この病気は鼓膜の奥を通る顔面神経に腫瘍ができ、耳の奥の耳小骨を覆われることで耳が聞こえなくなるものです。腫瘍を摘出すると同時に顔面神経を切断し、舌から取った神経を使ってつなぎ直す必要があるため、顔面麻痺が残る可能性があります。そのため食事の際に苦労したり、よだれが出やすくなるといった症状が出ます。これは歌手にとってデメリットしかありません。良性腫瘍のため命に関わるものではありませんでしたが、聴力を取り戻すためには手術しなければならない状況でした。しかし手術をすれば顔面麻痺が起きる可能性もあると告げられてしまいます。聴力と顔面麻痺の二者択一を迫られ悩んだ結果、手術はしないと決めた山本譲二さん、一時期はもうどうにでもなれと思ってました。しかし俺は家族を守らなければいけない、子供たちに少しでも充実した日々を送ってもらいたい、それが父親の役目、そして俺の歌を聴いてくださっているファンの皆さんのためにも長く歌っていきたい、だから行き着くところまで行く、と決めたんです。腫瘍発見時には右耳の聴力はほぼ失われていましたが、当初はまだ補聴器はつけていませんでした。左耳に聴覚補助のイヤホンをつけてようやく聞こえる状態でしたが、レコーディングやテレビ出演を精力的にこなしました。現在も右耳の難聴と戦っている山本譲二さんですが、2017年6月にフジテレビ訂正させてくださいに出演した際、左耳もほとんど聞こえなくなっていることを明かしていました。司会の加藤浩二さんが、譲二さん両耳の聴力を失ったと報じられてましたが、と山本譲二さんに尋ねました。すると山本譲二さんは険しい表情になり、右耳が聞こえなくなって左耳にイヤモニをつけているから聞こえるけど、これを外すと全く聞こえません。それに対して加藤浩二さんは、そうですか、と返答。加藤さんのそうですかは聞こえないけど口の動きでわかる、と厳しい現実を語りました。2013年から左耳に異変が起こり始めたといいます。大きな声で歌を届けたい思いから、イヤモニにも大音量を流し左耳に負担がかかっていたとのこと。山本譲二さんは、10が最高だとしたら左耳は3ぐらい、ほとんど聞こえないです、普段は補聴器を使ってます、と告白。右耳はそのままの状態で、左耳は聞こえなくなったら手術します、と仕事に全力を注ぎ、決死の覚悟でコンサートに臨んでいるそうです。加藤浩二さんは、少し休養すると耳も良くなるんじゃないかと提案。しかし休むわけにはいかない、スケジュールは入っているし、キャンセルなんかできません、できるところまでやりますよ、と語りました。妻の悦子さんは山本譲二さんを心配していたといいます。正直に言えばやめてほしいと思っています。でも譲二さんの気持ちは尊重してあげたいです。譲二さんのために聞いたり伝えたりすることはできますが、歌うことはできません。深い愛情でサポートされているんですね。では最後になりましたが、山本譲二さんのこれまでの活躍とプロフィールを見ていきましょう。山本譲二さんは1950年2月1日に山口県下関市で生まれました。学生時代は野球漬けの毎日で、高校3年生の時には甲子園出場を果たしました。1974年にシングル「夜霧のあなた」でデビュー。この頃は芸名
伊達春樹で活動していました。しかしなかなか売れず、鳴かず飛ばずだったといいます。その後、北島三郎さんの付き人になり、1978年、北島音楽事務所に移籍。同年、本名の山本譲二名義で、北物語で再デビュー。1980年、道のく一人旅を発売。北島三郎さんからは、この曲でダメなら、もう諦めろと言われていたそうです。しかし、発売当初は売れず、なかなかヒットしませんでした。およそ1年後、1981年フジテレビの夜のヒットスタジオに出演。すると大きな反響を呼び、大ヒット、人気歌手の仲間入りを果たしました。同年に日本レコード大賞でロングセラー賞を受賞。同曲で紅白歌合戦に初出場しました。最終的なレコード売り上げは130万枚を突破、ミリオンを達成し、数多くの賞を総なめにしました。1982年、旅の終わりはお前をリリース。この曲も大ヒットを記録し、2年連続で紅白歌合戦に出場しました。また俳優としても活躍し、数々の作品に出演。時代劇、暴れん坊将軍では1997年の第8シリーズから800回スペシャルまでレギュラー出演しました。このドラマは北島三郎さんがレギュラー出演しており、北島三郎さんに代わり長次郎役を演じました。山本譲二さんは現在も演歌歌手として活躍されています。自身のライブだけではなく、演歌歌手が集まるコンサートにも出演しているとのこと。歌番組にもたびたび出演されており、他のアーティストとコラボして曲を披露したこともあるようです。また歌手として活躍する傍ら、ラジオ番組でも活躍されています。山本譲二さんが9年間の交際を経て、元女優の植木悦子さんと結婚宣言をしたのは1986年のこと。1986年2月4日の午後、当時36歳だった山本譲二さんは、北島三郎歌手生活25周年記念新宿コマ劇場特別公演の記者発表の席でこう語ったのです。彼女は素晴らしい友達ですし恋人です。しかし僕には仕事もありますし、ヒットを飛ばして男になって、それから北島三郎さんに相談するつもりでした。結婚についてはまだ彼女の両親にも話していません。今年納得のいく行動をとってから結婚するつもりでした。山本譲二さんが結婚を決意した女性とは、元女優の植木悦子さん。栃木県小山市出身の植木悦子さんは、地元の高校を出て上京し、学校に通う中でスカウトされてモデルとして活動していました。その後、23歳の時に TBS のドラマ制作スタッフに紹介され、1977年10月3日から1978年3月31日の間に放送されたテレビ小説「芙美子と初」に出演。これを機に女優の道を歩み始め、24の瞳や必殺仕置きに、ぬかるみ女などに出演していました。実は発表の4年前、1982年に山本譲二さんは植木悦子さんについてこのように話しています。えっちゃんに初めて会ったのは5年前。その頃すでに僕は、夜霧のあなた、帰っておいで、そばにおいでよの3枚のレコードをビクターから出していましたが、全くヒットせず、スケジュールもガラガラで、事務所からただで給料をもらっていいななんて陰口を叩かれてた状態ですよ。やむなく新宿で弾き語りを始めたんです。ちょうどそんな時、赤坂のスタジオでディレクターの紹介で彼女と会ったんです。その頃彼女コロコロ太っててね、最初は何も感じなかったですよ。ところがそれから間もなく、僕の弾き語りをしている店に来てくれたんです。2回目に会った時は肌のツヤが良くて健康的で綺麗な子だなって見直しましたよ。それに話してみると楽しいしね。これが2人の馴れ初めでした。不遇の時代に励まし和ませてくれたのが植木悦子さんだったのです。植木悦子さんは山本譲二さんの服を洗濯してくれたり、お金がないのが分かると黙って1万円札を
ポケットに入れてくれたりもしたといいます。こうした献身的な面がある一方で、こんなこともあったと山本譲二さんは打ち明けていました。彼女は僕より4つ年下なんだけど、彼女の方が姉さんみたいな感じでね、一面短気なところがあるんですよ。喫茶店なんかで話してもたわいないことでカットしていきなりパチンとやられたりね。それにスポーツが得意なんです。彼女クロールが得意でね、僕がどうしても勝てない。信じられなかったですよ。植木悦子さんに支えられ歌い続けた山本譲二さんは1980年に道のく一人旅の大ヒットで一躍スターダムにのし上がりました。もう会いにくくなったね、スターになっちゃったし、なんて皮肉っぽく言われるようになりました。でも洗濯物を時々頼んだりするんです。将来どうなるかそれは分かりません。彼女もモテますからね。僕の方は向こう3年間結婚ということは絶対にありません。このまま歌にかけて突っ走っていきます。当時はこのように語っていたのです。実際に1986年の結婚発表まで彼にスキャンダルらしいものはありませんでした。また2人の結婚発表を受け、山口県下関市に住んでいた山本譲二さんの母親春江さんはこのようにコメントしています。近所の人が新聞記事を持って見えてびっくりしたんですわ。お父さんを起こしたら本当かこれと最初は怒ってるようでしたけど、さすがは俺の子だな。俺も40年お前と連れ添ってるけど、ジョージも9年間も一人の女を愛し続けたか、さすが俺の子だ、なんて感心し始めましてね。私があの子に見合いを勧めると、その度に嫁さんのことは自分で決めるからねと怒られました。そんな息子が見つけた相手ですから、きっと素敵な人だと思ってるんです。今から会うのが楽しみです。仲人は山本譲二さんが慕う北島三郎さん。その北島三郎さんも、私はジョージの親父さんやおふくろさんからジョージを預かっている身、歌手として売り出したいし、嫁さんも見つけなければなぁといつも思っていました。彼女とは何年か前に会って知っています。もちろん仲人は私がやります。式を今年中にと言っているから早く話を進めたいと思っていますと語り、二人の結婚を祝福していたのでした。そんな山本譲二さんには二人の娘さんがいます。長女山本琴乃さん、長女の琴乃さんは歌手や声優として活躍されていました。親子で共演することもあったそうです。歌手への新たな一歩を踏み出したばかりの琴乃さんでしたが、2012年にわずか1年足らずで活動休止宣言。活動休止の理由は明かされていませんが、母親の乳がんが大きく影響していると噂されています。2016年に一般男性と結婚し、翌年に第一子を出産しました。次女山本舞香さん、次女の舞香さんは大学進学後大手企業に就職しています。ちなみに芸能活動は行っていません。山本譲二さんのブログには時々登場しているそうです。今後の活躍に期待です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。